皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年11月11日土曜日でございます。気温は13度そんなに下がったんですか。また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 急に下がってるじゃございませんか。とはいえ、まあまあ昨日は16度でしたっけ。それから比べたらまあ若干下がったっていうぐらいかもしれませんが、改めて13度って聞くとやっぱり寒いですね。ちゃんとコートとか着込んでいらっしゃいます。まだまだ夏の気分で半袖なんてことはありませんよね。はい、あまりにもそのでも半袖の方って逆に風邪とかひきませんよね。なんて言うんですか、健康的っていうか、もう丈夫っていうか、そういうような気がいたしました。そして11月11日1111ということは何の日かなっていうのをちょっと考えちゃいましたが、1111、これもしかして僕の大好きなお菓子の日ではございません？合ってます？ちょっと確認してないので、はい、わかりませんが、僕の大好きなお菓子の日かな、先日公開したいちご味のお菓子の日かなっていうような気がいたしまして、もうそういう日でしたならば、僕はそれを今日食べたいと思いましたよ。リアクション間違えちゃいました。すみませんね。そんなリアクション間違えても今回はこのまま続けさせていただきますよ。はい、そうしたいと思います。そうなんですね、きっと1111だから多分そのお菓子の日で合ってますよね。もしくは1111111、母さんは1111うるさいよみたいなことをお母様に言っちゃったりしたことはございません？もしくは今言っちゃっていたりしません？大丈夫です。1111うるさく言うのはそれはあなた様をご心配されてのことだと思いますよ。ですから1111言ってくれてありがとうっていう気持ちに、はい、どうかなっていただけますと幸いです。そうですよ、はい、1111の日ですから1111って言っちゃったことに関しまして、はい、改めてちょっとした反省をと、そして感謝をと僕は思います。そういうわけでございまして、だいぶ雑談が長くなりましたが、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。じゃあですよ、はい、昨日もやっぱり YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん YouTube へのコメントありがとうございます。もう CK さんとの秘密のやりとりいろいろしちゃってますもんね。で、僕はいつもねーってやってますけれども、ちゃんとそのねーに関しまして、気になって YouTube のコメント欄ご覧になってくださってます？僕のこのねーは効果ちゃんとあります？そこがちょっと気になりました。もう気になって見ちゃってくださいよ。そこは言わせていただきたいと思います。そうなんです。今回も CK さんとの共通点というか、好きなものの共通点とかそしてすごい特技とか、そういうことが分かっちゃったりしますもんね。 CK さんね、ということでして、皆様もお気軽に、はい、YouTube にコメントくださいますと嬉しいばかりでございます。もしくは
やっぱりお便りコーナーへと、はい、お便りをくださいますと嬉しいばかりでございます。そういうことでございまして、改めて CK さん、 YouTube へのコメントありがとうございます。いつもいつも楽しく拝見させていただいております。そして楽しく返信させていただいております。そういうことでございまして、 CK さんからの YouTube へのコメントでございました。ということでございまして、さらにさらにはさらにさらにはやっぱりやっぱりお便りもいただけてますから、はい、そういうことでございまして、お便りコーナーにまずは行ってみたいと思います。じゃあじゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、お便りやっぱりありがとうね。あんこさんの次は次はと、僕は気になって気になってエブリデイエブリデイ過ごしてますから、そういうことでございまして、やっぱり、はい、もうこのなんていうんですか、この数日は特にあんこサンデーだと思います。はい、あんこサンデーだと思いますよ。だって気になるその出来事が起こる直前なのですもの。そういうことでございまして、その関係がお便りに、はい、記載されてますかどうか、まずはお読みしてからコメントをしていきたいと思います。じゃあじゃあお読みしますよ。じゃん、午後3時、外は雨が降ってて暗いです。私の心と同じ。なんちゃって。でも、とうとうあの日がやってくるのです。私、静脈麻酔が効かなかったことをはっきり言います。私の体重、書いてあったはずなのに、間違えるな、って。切除中に動いたらどうするの？すみません。頭の中はそればかり。リスちゃんもお疲れのようですね。頑張ってください、とのことをいただけましたから、もうなんちゃってとはおっしゃっていらっしゃいますが、そりゃそうですよ。雨のお心になるのも、はい、不思議じゃないとは思います。あんこさんがどういった状況でいらっしゃいますか、それは過去の放送を振り返っていただけますと幸いです。そうなんですよ、そうなんですよ。もう改めて僕がここで口にしていいのかどうかもわからないので、あえて伏せさせてはいただいておりますが、やっぱり過去の放送をどうかご覧になってくださいと言わせていただきます。それによってあんこさんがどういうお心になっていらっしゃるか、はい、なんとなくお分かりになっていただけるかと思いますよ。僕もやっぱりなんとなくでしか分かりませんけれどもね。そうなんです、あんこさん本人しかそのお心お分かりになることはないと僕は思います。はい、あくまでも僕の中での想像でしかございません、どういうお気持ちでいらっしゃるのか。ただ僕でしたならば、もう不安で不安で耐えきれませんかと。そうなんです、僕はもう例えば傷とか、あとは血とか、もうそういうのをちょっとでも想像しただけで、はってなるんですよ。それがもう身に降りかかろうものならば、もう僕は、はあ、わあ、はあ、
の連続でございます。もう延々、僕はずっとそれ言ってますね。きっと何かが起ころうとしているとしましたならば、もう何かが起ころうとしていましたならば、そりゃあ僕はもうずっとですよ。ずっとファー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 みたいな感じでございます。本当にそうなってます。ずっと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 なってますね。ですからこうしてお便りでなんちゃってって言える、そういう心のゆとりをちゃんとご覧いただける、ご覧いただけるっていう言い方がちょっとおかしいですかね。そういう表現をされるあんこさんは強いなって思います。はい、とっても強いなって思いますよ。僕はあんこさんの立場になりましたならば、ただただ悲鳴ばかり、そして泣き言ばかり言っちゃいますものね。そういうふうに思います。そしてはい、もうそうですよね。とうとうあの日がやってくるのです。そういうわけですよ。もうあれですか、まあ詳しい日付はあえて伏せさせてはいただきますが、もうそうですよね。今日が11日ということは次の次っていうような感じですものね。あえて日付は伏せさせてはいただきますが、そういうようには感じますよ。そういうようには感じまして、そして静脈麻酔が効かなかったことをはっきり言います。私の体重書いてあったはずなのに間違えるなってっていうことでございますよ。ということはもうなんかもうどういうことなんですか。それちゃんと対応はできるんでございますよね。本番に臨まれるときには大丈夫なんですよね。そこ心配ですよ。もう僕が心配する以上に、もちろんあんこさん自身がご心配されているとは思いますが、そりゃ不安にもなりますよね。そうは思います。もうちゃんとしっかりしてって言いたいですよね。そう思います。もう人の体だと思わないでっていうことですよね。もう本当にもう僕はもうただただ、はい、代わりにじゃあ強く言わせていただきます。間違えないでね、よろしくお願いしますよ、先生というようなことを、はい、もう本当にお願いいたしますと強く言わせていただきます。そしてもうそうですよね。切除中動いたらどうするのになりますよね。そりゃそうなりますよ。切除中って言いづらいな。切除中、ちょっと皆様も言ってみてください。切除中。これは難しいな。これを早く言うとなりましたならば、しかも5回ぐらい言うとなりましたならば、僕は舌を切除しちゃうことになっちゃいますよ。はい、自分自身が、はい、もうあまりにも言いづらくてガチってやっちゃいますよ。そういうことだと思いまして、はい、もう本当にもう切除されるっていう、そういうこと、はい、もうこれもこの文面からお分かりになられたかと思います。麻酔があって、そして切除をされる、そういうことが行われるっていうことが、もう文面からお分かりになられるように、もう恐ろしいことでございますよ。だって体を切るんですからね。そりゃもう耐えられないと思いますよ。僕は耐えられません。僕は耐えられないので逃げるかもしれません。
でも逃げたらもっと悪いことになる。ですから逃げられもできないということでして、ただただそれに望むしかないっていうことで、もうもうやっぱりわーわーあわーわーあみたいな、よくわかりませんけれども、よくわかりませんけれども、そんな感じになると思いますとのことでして、あんこさんにエールを送りましょうよ、みんなで。あんこさん、あんこさん頑張って、みんな応援してるからね、あんこさん応援してますよ。はい、みんなで言いましょう、天に向かって言いましょう、あんこさん頑張ってね、絶対ミスとかはないから、もうもうあとはもうあれですよ、まな板の恋ですよね、本当にもうもうどうしようもできませんよ、もうもう本当に。ですから心穏やかになさってくださいませ、もうもうそれしか願うことができません。まな板の恋だな、もうもう本当に。だったらもう穏やかに穏やかに裁かれようみたいなみたいな感じでお願いをいたします。でも僕みたいに最後の最後までずっと騒いでるっていうのもありだとは思いますよ。はい、もうもう本当にそれもそれで、はい、いいやり方だと思いますよ。騒ぎましょう、騒ぐのもありだと思います。諦めちゃうのももうもちろんありですけれどもね、どちらでももうお好きな方ですよ。はい、あんこさんのお好きな方でどうぞって言わせていただきたいと思います。そういうことでございまして、あとはあとは、はい、すみません、頭の中はそればかり、それはもちろんそうなりますよ。そして僕のお疲れをお気にくださいまして、もうもうそこまでありがとうございます。僕なんかもうもう全然ですよ、本当にもうもう、確かに確かに日々疲労困憊はしておりますが、その切除する恐ろしさに比べたら全然へっちゃらへっちゃらでございます。本当にどれだけ幸せかわかりませんよ。ですからもうもうただただエールをお送りいたします。あんこさん頑張れ。はい、そしてお医者様も頑張れ、必要以上に頑張ってと、はい、もうもうくれぐれもでございますよね。はい、お医者様は頑張る必要性がございますとのことでして、あんこさんからいただいたやっぱり不安を隠しきれない、そうしたお便りでございました。それでもたくさんたくさん不安を隠されていらっしゃると思います。本当にお強いあんこさんでして、僕はすごいなって思っております。僕は頭が上がりません、本当にこんな感じです。こんな感じでやっぱり本当にすごいですよ、あんこさんは。僕なんてそれに比べたら何にもできませんよ。歯医者さんに行くのでさえ、だって僕躊躇しますもん。歯医者さんで特に痛い歯がないのに、はい、治療するよっていうことでもないのに歯医者さんに行くのが怖いんです。はい、なんか定期検診みたいなおはがきが届くじゃございませんか。それ来てねっていうのを確か今年の6月あたりにもらった気がいたします。6月あたりに。でもいや、でも先生、僕今のところ痛いところはないし、まあもちろん行きたいは行きたいですよ。でももうちょっと
気持ちの準備をくださいみたいなことを思い続けて思い続けて、もう今の時期になっちゃいました。すみません、先生すみません、僕は通わずにすみません。本当に本当にそう思いますよ。それぐらいに本当に苦手なんです。もう苦手ですから、あんこさんがもう大変であろうことを想像するだけで、もう背中がもうゾワゾワってしますし、もうなんかそうなんです、もう腹部のあたりもゾワゾワってしますしで、もうあんこさん、もう本当に僕のゾワゾワを逆に取り除いてください。あんこさんが僕を勇気づけてください。そういうようにすることによって、あんこさんはリスを、はい、元気づけてあげなきゃっていうような気持ちになって、はい、ご自身よりも僕をっていうようなお気持ちになることによって、ご自身がちょっと楽になっていただければいいなっていうことで、僕が泣き叫ばせていただきました。はい、泣き叫ばせて合ってます、僕言ってる言葉。そういうことでございますから、僕のはーを取り除くぐらい元気になっていてくださいませ、ということでして、あんこさんからのお便りでございました。改めまして、あんこさん、お便りありがとうございます。もっともっと泣き叫んでいらっしゃってもおかしくないのに、お強いお便りをありがとうございます。はい、そういうことでございました。じゃあみんなで改めましてエールを送りましょうね。いきますよ。頑張れ頑張れあんこさん、頑張れ頑張れあんこさん、ということでして、次のコーナーに行かせていただきたいと思います。はい、じゃあ行きますよ。はい、次はお夕飯コーナーでしたね。もうなんだか忘れちゃいましたよ、あまりの怖さに。はい、そうは思いました、あまりの怖さに本当に忘れちゃいました。じゃあ行きますよ。僕の昨日の夕飯はアイスクリームでございます。はい、どういったものかと言ったらこちら、まあもうそのままですね。はい、アイスクリームでございます。さてさて、これは何味でしょうかっていうのは、ちょっとこの場では言えない感じになっております。それは後に関係してくるのでございました。はい、とっても後に関係してくるのでございますよ、とのことでして、僕はこれ、はい、北海道のものでございます。北海道ってつくとさらに美味しさが増しますよね。ですから僕はとっても美味しく食べることができましたと言わせていただきます。もう久しぶりのアイスクリームに僕はほっぺが落ちましたからね。はい、あれ、どこ行った、どこどこ、ちょっとほっぺどこみたいな感じになりましたよ。そしたらよくよく考えたら、ああついてたついてたみたいな感じになりましたよ。はい、そういうことでございまして、僕はほっぺが落ちるくらいの美味しさを味わうことができました。やっぱり久しぶりに食べると美味しいですね。もうたまりません、本当に。もうまたまた食べたいなって思います、とのことでして、美味しいお夕飯でございました。そんなお夕飯は皆様はダメと言わせていただきますよ。ちゃんと栄養のあるもの、まあこのアイスクリームが栄養がないって言ってるわけじゃございませんけれどもね、ご飯やお肉やお野菜、そうしたものを食べてほしいなって思います。ですから僕の真似はしないでね、
僕の真似をするとリスみたいになっちゃうよっていう風にして、お子様がいらっしゃる方はぜひともそういうように言ってくださいませ。はい、こんな風に、はい、こんな風に引きこもりすって言われちゃう、そんなリスになっちゃうよっていう風に言っちゃってくださいね。そういう風に脅し文句に使ってくださって、僕は全然構いませんからね。僕も僕みたいにはなりたくないなっていう風には思ってます。本当はそう思ってるんですよ。でもそうなっちゃったんで、もう仕方ないなって諦めているだけでございますけどもね。そういうわけでございまして、美味しいお夕飯はアイスクリームでございました。じゃあ行きましょうか。はい、お一言お便りに行かせていただきますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、いつもいつも新しいお一言ありがとうね。またまたいっぱい新しいお一言が追加されて、もうまたまた読めきれないものがいっぱいいっぱい増えましたからということでして、新しくまたまたいただいちゃいました。そんな中でさっき僕が言葉を逃がしたって言っちゃいましたよ。思いっきり間違えました。はい、濁したの間違いです。濁した、はい、なぜか濁した言葉がありました。それが本日のお一言に関係がございます。それがこれ、はい、これだ。来ました。はい、そうですね、これは濁すしかなかったと思いますよ。そういうことでございまして、どういうお一言かと申しますと、さっきのアイスクリームありましたよね。あれは何味だと思います？何味だと。それでございます。まさにそれでございます。はい、そうですよ。アイスクリームのもう王様な味と言ったらあれですよね。もうただこれってあれなんですか、木なんですか、木。なんかこのその言葉のついた木がありますよね。木っていうのは植物の木ですよ。そんな木があるような気がするのは僕だけですか。その木の風味を混ぜ込んでそんな味になるんですか。そこらへん僕はとっても知りたいです。どなたか僕にお教えください。よろしくお願いいたします。ああ、思わず叫んじゃいましたよ。はい、そういうことでございまして、そうなんです、牛乳から作られてるっていうわけではありますのです。牛乳は使ってますよね。じゃあ風味はその木の成分を使っているっていうことなのでございますか。さあ、どうなんでございますか。僕はとっても気になります。ですから本当に教えていただけますと幸いです。僕にそのアイスクリームのその味の作り方を教えてくださいませ。そしてもうお分かりになられたと思いますが、その味の、はい、名称が冒頭につきます。冒頭はそれです。じゃあ語尾が何かと申しますと、これが難しいんですよ。はい、もう全体的に、はい、それ
そのなんかそのアイスクリームっぽいよねぽいよねっていうような感じでございます。はい、もうもうそれっぽいよねみたいな感じでございますよ。ぽいけど違うんだねっていうことです。ぽいけど違うっていうことなんですよ。はい、漢字1文字、そしてひらがなにしても1文字、それで表現してください。そのぽいけど違うねっていうのを、はい、表現していただけました。ぽいけど違うねっていうことを。そうなんです、あくまでも限りなく近いですけれども、あ、違うっていうことでございますよ。ですのでこのお言葉になるのでございます。はい、まあもっとヒントを言いますと、そっくりっていうことでございます。そっくりっていうのを漢字一文字、ひらがなにしても一文字にするとどうなります？そっくり、そっくりですよ。そっくり、これはいいヒントじゃございませんかねと思いまして、はい、そうですよね。もうもうあくまでもそっくりなだけであって、それではないということなのでございますよ。ということは、今回いただきましたお一言はあくまでもアイスクリームの王様っぽく見えるだけで、そうじゃないものなのでございます。それはそれで怖いですね。口にしちゃったらなんかお腹壊しちゃうかもしれませんよね。あくまでもそのそっくりなだけで違うわけですから、食べ物じゃないのかもしれませんからね。そういうケースだってあります。例えばアイスクリームに似た石鹸みたいなのもありますもんね。石鹸とか、あと入浴剤とか、そういうものかもしれませんものね。そういうことでございまして、まあまあ違うんだったらあんまり欲しくはないかなっていうようには思いました。でもはい、その味は僕は好きな味です。そういうことは言わせていただきたいと思います。とのことでして、サンピアさんからの一言いきましょうかね。じゃあじゃあいきますよ。それではいきます。サンピアさんよりの一言どうぞ。バニラに